わかるこのボリューム。ハーフだよこれで。暑い。暑いわ。27度ぐらいある。夏だよ。ジメジメしてるし。着きました。着いたよ。1日かかった。しかもクライストチャーチ行きが1時間ディレイして、まあ今何時、夜中の1時半。今日はね、休みますから。おやすみなさい。おはようございます。昨日夜3時に、ホテルに着いて、まあ疲れてますけど、ちょっと暑いですね。風が吹くと涼しいけど、吹かないと暑いし、まあ日陰は涼しいのかな。あと昨日夜なんか結構上着がないと寒いんで、まあ夏といってもホテルからの眺め、これがはぐれ公園だね。すごい広い公園で、ちょっとまだまだ行けそうにないですけど、はい、今ね、携帯をね、契約できたんで、これからね、銀行の口座をオープンしに行きます。で、銀行の口座と住所がないと、その携帯のプリペイドじゃなくて、毎月の定額のプランに申し込めないそうなので、はい、これからね、銀行に、向かいます。まあ、銀行口座がないと結局いろいろ支払いとか、できないんで、ちょっとまず最初にそれをやってから家を決めて、小学校、子供の小学校を決めて、いろいろねやってきますんでね。ここアウトドアショップじゃね、カトマンズって良さそうだね。ちょっと今見てる時間ないんで、ね、銀行でアカウントオープンにちょっとしたら、まあ、オンラインでやってくれと。まあ、住所が決まってないんで、まあ、ホテルでもいいのかって言ったら、まあ、それ OK なんだけど、まあ、カードはホテルに届いてそれを自分でピックアップするとか、オープンするのに2週間かかるって言われたんで、長えな。家が先だな。家を先に契約して、まあ、今日オンラインで銀行やって、家決めないと銀行待ってられないね。とりあえず前に進みます。 ANZ 銀行、ここで、オープンしますんでね、携帯がまあオープンしたんで、携帯が契約できてるんで、ちょっと家を先に探して、銀行は、同時進行でやっていきます。
じゃあ食べてみます。すごいね、ハーフ、これでハーフ、うん、わかる、このボリューム、ハーフだよこれで。うん、おいしい、フィッシュ、スモークフィッシュ、何だよ、ハーフ、おいしい、12ドル、おいしい。今夜の8時40分、夜だけどこの明るさすごいでしょ、ね、で今日思ったのはね、まあ、銀行のね口座オープンも2週間ぐらいかかるってことで、まあ、良くも悪くも、まあ、スロー、まあ日本が早すぎるんだけど時間かかるのはねしょうがないですよね。あとお店もね月火水、今日は火曜日だけどもう6時に大体閉まるんで、まあ夜更かしはできないですね、うん、そんなもんかな。あとはねやっぱいろんなものが、まあ値段はね高いですわ、高いけど、まあ、慣れるんじゃないかな、まあ、こういう物価なんで、うん、日本が安すぎるな本当に。まあ、今日はね、物件トレードミーっていう、サイトで、物件を探して3件ぐらい、まあ、ちょっと今興味があるやつに、まあ、内覧というか、まあ、中見て見れないかなっていうのを打診してるんで、まあ、明日以降返事が来れば、どんどん見て、まあ、とにかく早急に、お家を決めて、そして子供たちの小学校を決めて、まあ、生活をねガチッと固めていきたいなと思うんで。